動画配信サービスネットフリックスで3月9日より独占配信を控える韓国ドラマ涙の女王より高慢な財閥令嬢エインと田舎出身の泣き虫青年ヒョヌという離婚寸前の夫婦に容赦ない波乱が訪れる様子と冷め切ったはずの二人に再び愛が生まれていくかもしれない姿をエモーショナルに映した本予告と正反対の表情を浮かべ、インの目には一筋の涙が意味深な夫婦の姿を映したキービジュアルが解禁となった。キムジホン演じる財閥クイーンズグループの3代目でデパート業界の女王と呼ばれる高慢な令嬢ホンヘインとキムスヒョン演じる田舎出身でスーパーマーケットの王子と呼ばれるちょっと泣き虫な青年ペク、ヒョヌの夫婦は結婚3周年。しかし、その熱は互いに冷め切っており、夫婦関係には今にも終止符が打たれようとしていた。そんなある日、夫婦に訪れた危機をきっかけに、止まっていた二人の恋の物語が再び動き出す。